日本の近代文学、明治、大正、昭和の文学を研究してまいりました。その中でもとりわけ谷崎潤一郎の文学を研究してきました。これから私が早稲田大学で指導いただいたように、これから研究教育に携わっていく上で、微力ながらも、学生たちの支援していきたいと、思っております。早稲田大学は割とこう今の大学にない緩さのようなものがありまして、学問とは何か、学生ってのは一体どんな存在なのかということを考えさせてくれる大学だと思っております。はい、ありがとうございました。